黒崎深夜黒崎深夜5月5日から1959年、昭和34年3月26日は、日本の内務官僚。民生統計府県知事、山形県出身、旧米沢藩氏、五十嵐力助の次男として生まれ、おじ、黒崎忠介の養子となる。姉の久子は、海軍中将、上泉徳也の妻、第二高等学校を経て、 1905年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。1906年11月、文官高等試験行政化試験に合格。内務省に入り、香川県属となる。以後、香川県事務官補、奈良県事務官、大分県事務官、警察部長などを歴任。1913年、関東都督府に転じ、事務官。 民生部所務課長などを務める。1920年3月に退官し、大連取引所長となる。加藤孔明内閣成立後の1924年7月、カラフト町内務部長として復帰した。1926年8月、滋賀県知事に就任し、田中義和内閣成立後の1927年5月17日に休職となる。 1929年5月、浜口内閣が成立し、山口県知事に就任。その後、新潟県、京都府の各知事を歴任。1931年12月18日、京都府知事を休職。1932年1月29日、伊岸面本館となり退官した。その後、服部法公会の理事、常務理事、理事長事務取扱いを歴任した。 ありがとうございます。